あのいちご大福とせんべいみたいなの持ち歩いて行ってたら、おばあちゃんやんって言われました。ほんとね、和菓子大好き。あと1時間だよ、22歳も。早くないか、皆さんからしたら。私的にはね、この1年めっちゃ早かった。本当にね、早くて。一番充実した、一番あの濃ゆい1年でしたね、今年は。ね、二十歳過ぎてからはもうあっという間よね。二十歳過ぎてからはもう年を取りたくなくなっちゃうんですよね。何時頃だったっけな、生まれたの。わあ、この前見たんですよね、母子手帳。忘れちゃった。ちょっと耳が赤いね、なんかこたつ入ってたから。やばい、咳がね最近乾燥してて止まんないの。あれではありません、今流行りのあれではないので。じゃあこれ食べる、桃山。ひろたんさん、ケーキありがとうございます。今日じゃなくて、今年入ってもう2個食べたケーキ、幸せすぎる。こんな幸せなことありますかってくらい幸せ。ケーキってほんと幸せ。うん、ゆずごしょうさん、星ありがとうございます。あれにはなったの、あれには私なったことないんですよね。ショートケーキをいただき、ショートケーキじゃない、なんけ、ショートケーキか、いちご乗ってるやつをいただきました。誕生日はアイスケーキで祝う。アイスケーキないんですよね、冬だから。やっぱりアイスケーキっていうは、あのあれがなかったです。今日はまあ誕生日前なので、こんな時間にお菓子食べてるけど、いつもは食べません。よろしくお願いします。兄弟います。お兄ちゃんが夏生まれだから、お兄ちゃんは結構アイスケーキとかありましたね。ルンルンさん、ケーキありがとうございます。 Thank you。 お、横浜のお話し会取っちゃった、嬉しい、ありがとうございます。なんか一部完売が出たみたいで、すごく嬉しいんです、ありがとうございます。本当に嬉しい。今もう何を着るかをすごい考えてて、出したいんですよね、日にちで、この日これ着ますみたいなのを出した方が、なんか見たいところに来れるかなと思って、見たいなんか衣装というか、だから迷ってるんですけど、全然決まんなくて。どうしよう、ジェラピケ来てくれ、ジェラピケ来てる、これ去年の誕生日でお母さんのお友達にもらった。レナメロさん、ケーキありがとうございます。ありがとう。そう、髪型も考えてるね、本当にね、そう迷ってますよ。セーラーマーズのコスプレしたいんだけど、多分できないキャラクターが確かだから、どうしようと思って。あ、お団子してくれたら、なんか お団子しようかな。私もお団子好きなんですよね。ドレイクさん、ケーキありがとうございます。
コスプレもしようと思ってるんですけど、ねえどうしようと思って、何がいいかな、うさぎはいいなと思ったんですよね。うさぎ年だから今年が、うさぎか、なんか時期的に卒業式とかじゃないですか、だから、まあ、制服着ようかなみたいな思ったりしてますね。迷ってる。卒業式のシーズンだから、なんか皆さんアイデアください。3月オンラインが制服にしようかなって思ってて、何日かまだ決めてないけど、で4月も入学式だからね、制服2回になっちゃうけど、どうだろう。ねえどうしよう。あとデートっぽい服とか結構多かったから、なんかいつも着ないようなピンク系のやつとか着ようかなと思って。あ、ケーキありがとうございます、さしこのジモティさん、イエーイうん、制服はじゃあ着るね。会場でも着ようかな。でも2回か、2回はあんまりどうだろう。うさぎ制服、まあ、私服、私服は何日か来て、ポニーテールね、いいね、ポニーテールもしようかな。やっぱりいっぱいアレンジできるから嬉しいんだけど、でも自分でできるのには限界がある。でもポニーテールはできる、ポニーテールと団子もできるし、あれも髪巻くのもできる。でも編み込み系が無理で苦手なんだよね。どうしようかな、迷ってますよすごく。団子もするね。ハーフアップいいね、ハーフアップもしよう。できるやつ全部頑張ってやってみる。ストリート系の洋服あんまり見たことない気がするから見てみる。ストリート系私結構私服多いかも、ストレートが意外と。ストレートじゃない、ストリート間違えた。結構ダボーっとしたのめっちゃ好きです。ダボっとした、ダボっと、パーカーとかめっちゃ着る、トレーナツインテール似合うかな。ツインテール、ね、5月って服むずいよね。確かにイベント、5月のイベントとかで調べたけど、ゴールデンウィークとかだったっけ、緑、あ、思い出した、緑の日があったから、あ、緑の服ありかなみたいな思ったんですけど、どうだろう緑の日と、緑の日、緑の服ありかな、そう、子供の日か、緑の日もあったよね確か。でも迷ってる、もうどうしよう。カエル、あ、カエル、あと、え、確かにカエルあり、緑だから、カエルの被り物とかありだよね。ちょっと面白そう、ちょっと見てみよう、後でさ、カエル探してみる。金子さんケーキありがとうございます。ねえカエルいいよね、ちょっとメモしたいな。ノートどこやったっけ、よいしょカエルの絵でも描きますか。
このメモ帳幕張とかのコンサートで使ったんですよ。もうめっちゃぐちゃぐちゃなってる。いっぱいねメモしてる。いっぱい書いてる。せとり書いてる。恋の指先。覚えてください。覚えてください。私のこと、私の名前。楽しかったなコンサート。4月1日のコンサートがあるの。すごい楽しみ。じゃじゃらら。カエルの絵を描こうとしていましたね。私はカエルありですね。カエルってどんな顔してるっけ。ゲコゲコあ、ありがとうございます。あ、鼻あるかイエーイ、カエルにする。で、博誕生会ありがとうございました。皆さん見てくださって楽しかった。初めての博誕生会で4時間皆さん見てくれてありがとうございます。楽しかった。ぶっ通しで。まだあと30分以上ある。やり残したことあるかな、なんか今年。もう全部ねえ、全部楽しめた気がする。何飲んでるの。私は緑茶を飲んでおります。ねえ、来月の赤猫フェスがすごく楽しみなんですよ私コールができる。なんか卵ボロに見える透明。うん、幸せ。やばい、黄色いもの好きだねってきた。やばい。どう？前よりマシな気がするな。秘密がある。一つだけ、今日みかん食べちゃいました。一個だけねやっちゃったよ、控えてたのに。うん、もがいもんさんケーキありがとうございます。ありがとうございます。ね、前より全然マシよね。でもちょっとだけ。みんなに言われてしまう。びっくりされます。そう、あの時期めっちゃみかん食べてたから今になって出てきちゃった。やだやだ明日当落なんだ。高猫さんは、高猫フェスさん、キャードキドキやね。今日はほっぺが赤い。赤いね、お風呂上がりで。なんかチークしとるみたい。しぶいちゃんが0時ライン狙って。そう、しぶいちゃんに昨日かな、なんか言われたんですよね。なんかフライングしてきたから
おめでとうみたいな言われたから、明日だよ明日やしって言ったら、じゃあ0時に送るねって、それ MC で話してもいいよって言われたから、考えとくねって言ってハッツ HATTZKOI さん、ケーキありがとうございます。韓国の方かな、てんかむさむりだー、こんばんは。なあちゃんがいつも面白いメール送ってくれてるおかげで日本語能力試験3級合格し、おめでとう、すごい天才じゃないですか、おめでとうございます。すごいよね、ここ最近ひいろちゃんがいい子だと実感して、マジでいい子ですよ、本当に本当に本当にいい子、一番仲いいですね最近。面白い、本当に私が変なこと言ったらすぐ突っ込んでくれます。だからボケがいがあるふざけがいがある、すごい嬉しい、嬉しいもんあれだけど、でもほんとみんないい子だけどね。とっととね、聞きましたヒーローのラジオ、聞いてくれました、めっちゃ笑っとったよね、ほんとに面白い。今日のサイちゃんとの写真めっちゃ尊かった、ほんとにサイさん今日も天使でしたよ。お手紙に泣きそう、お手紙で泣きそうになる、そうお手紙のことでちょっと一個あって、ヒーローの生誕祭に出れるかな、出れる予定ではなかったのか、出れそうだったんですけど他のお仕事とかがあって出れなくなっちゃって、それが私悔しくて、LINE で出れんかったっていうのを送ったら、手紙を、その時は手紙を任されるってまだ言われて、任されてなかったんですけど、その時に来年は絶対出るけんで、その時にめっちゃ長い長文の手紙を書くけんって言ったんですよ。でそれを言ったもんだから、ヒーローはもう私は来年の話をしてたんですけど、ヒーローは今年の手紙は7日かって思ったみたいで、私普通にネタバレしてたんですよ。もうで手紙任されてからはもう絶対秘密にしようと思って、絶対バレんようにしようと思ったけど、バレんようにしようと思って隠してたけど全然バレてたっていうお話があって、しかもそれを言ったのも覚えてなくて、見返して言ってたわと思って、ちょっとねバレちゃってた。そうヒーローと七日で七色です、皆さん応援よろしくお願いしますいいよね七色って、でも日本語力が弱いからお手紙書くの緊張したんですけど、どうでしたか？ゾワちゃん泣いてて、レイヤも泣いてて、みんな泣いてたから、もうヒーローの人の良さがすごい伝わる生誕でした。もうずっとね目撃者が頭から離れない。僕たちは目撃者、決して目をそらしはしない。俺も飯食いながら泣いてた嬉しい、よかったよかったよかった。あ、銀一のケンさん、ケーキありがとうございます。ななちゃん、ななかちゃん DD 大丈夫なの？誰でも大好き、誰でも大好き、特に大丈夫かな、私は。
一番だったらまあそれは嬉しいですよ、そりゃね。でも別に絶対一番じゃなきゃダメとかはないかも。特に何だったっけ、押し増しがどういう意味だったっけ。この前教えてもらったんですよね、ヒーローが。押し編とか押し増しとか難しい。押し編はわかる、押しが変更するんでしょ。押し増しは押しがめっちゃ好きになるってこと。押しがふ、あ、人が増えるってこと。そういうこと、押しが、あ、そういうことか。押しが増える、押し増し。DD は誰でも大好きでしょ。あと何だったっけ、二押しは2番、神押しはその人が言って。へー、私の神押しいますか。いる、いるかな、いるよね。推し編は、推しは変えるも、変えるんじゃなくて増やす。確かに、あ、単押しはその人だけしか。なるほど、単押し一人ってことね。はい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 、なるほどなるほど。他なんかあります、覚えたい、新しく。単押し。新曲の MV 見て一目惚れしました。え、嬉しい、ありがとうございます。観葉植物に水をあげてた人です。よろしくお願いします。箱推しわかる、グループ全体が好き、合ってますか。 HKT が好きみたいなことだよね、きっと。大根大好き。DD 大根大好き。私は TikTok で一目惚れするね、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。 MV のロケ地が地元なんだけど、公開されて次の休みにすぐ聖地巡礼した。すごい、地元なんだ。ドローンで撮ってた上の登っちゃいけないところには登らないでくださいね。危ないので。ななかちゃんに会いたくて今度と東京のイベ申し込みました。嬉しい、ありがとうございます。ぜひ会いましょう。バズったツイートで一目惚れしちゃってんの、ま、嬉しい、ありがとうございます。ねえ待って、嬉しいコメントいっぱいで、どうしよう。ななかちゃんに会うために北海道か。北海道なんだ。じゃあ雪、雪持ってきてください。ツイッターとインスタ見つけてショールームたどり着きました。なんと明日お誕生日なんです。そうなんです、明日で22歳22になります。韓国で応援してます。おお、Thank you、 こまおこれしか言えない。CM 見ましたよ、嬉しい。私もさっきテレビ見てたんですけど2回流れてきた。ぜひ全国で流れてみんなに見てほしいな。KBC の番組で惚れた。
嬉しい、ありがとうございます。密着していただいたやつかな、オーディションのギャオ、ギャオでもうすぐ期限が切れる気がする。確かなんか1年今年のいつまでだろう、2月ぐらいまでだった気がする、見れる期間が。だから皆さんぜひ振り返ってみてください。お、今 M&A 流れた、すごい。結構いっぱい流れるからもう自分でもびっくりします。うん、あずまいしさんラブありがとうございます。レベルアップしたみたいですよ、すごいすごい。 CM でナナカがバンって机叩くとこ好き。社長でしょあれ。私ちょっと演技力がなくてびっくり。自分では結構いい心を込めた社長言えたと思ってたけど意外と棒読みだった。キヤン。自分が CM で流れるのってどんなか、え、もう不思議すぎる本当に。毎回反応しちゃう、あっあっってなります。社長とかなんか言ったりする。ね、本当。しかも友達とかも結構見たよって、 CM 見たよって言ってくれるから嬉しいんです。じゃ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 、うん。ツイッターから知りました。インスタもフォローしました。ありがとうございます。嬉しい。ようちゃんさんラブありがとうございます。もがみちゃんの配信今月初めてかも。お、本当ですか？今月始めまして。最近この顔めっちゃしてしまう。ダメだダメだ、可愛い顔しなきゃ。ななかちゃんが働くモチベです、ありがとう。嬉しい、そう言ってくれるとすごく嬉しいでございます。キズスユータロウさん、神ありがとうございます。あと30分だ、あと30分で22歳だよ、どうする。ほんとこの顔文字と一緒、並べて。意外と声低めですね。そうなんです、めっちゃ低いんです、びっくりぐらい。朝の声に、朝の声みんなに聞かせたい。最近乾燥して喉がやられるから朝もうやばいです、本当にもうやばい、ガラガラの低い声。2023年早速やってしまったこと、やっちまった出来事ある、やっちまった出来事、生誕祭の、あ、生誕祭じゃない、博多誕生会の T シャツを、あ、生誕 T を家に忘れちゃって取り帰ったことかな。でもめっちゃ早く来てて時間があったから全然取り帰る余裕はあったんですけど、ちょっとやらかしましたね。もう事務所について忘れた、やだってなって取り帰った。友達にななかちゃんを見つけたか、見つけたって話したら調べてくれて背が高くないと判明した。そう、結構言われるんですよね、身長高そうって。だけどね、意外と普通ぐらいなんですよ。ボラさんケーキありがとうございます。レナメロさんもケーキありがとうございます。
なんか身長高い顔してるって言われます。なんどういう顔なんだろうでも身長ね伸びたいけどね、ちょっともう無理だよねきっと。22歳はどうなの、まだ伸びるかな。K-POP は好きですか？最近ニュージーンズさんがめっちゃ好きで毎日聴いてる。ねえな、かわいい。おいっ子がナナちゃん見てめっちゃ笑って、なんでなんで、どれどれ見てるの？変な顔したやつですか？ほんとちっちゃい、私ちっちゃい子大好き、子供。164くらいのイメージ最初あった。164めっちゃ刻みますね。でもそれぐらい欲しい。160はね、せめてあって欲しかったよね、あって欲しかったよね、欲しかったのよ。なになになに、いくのちゃん身長高いやん。いくのちゃんもうね結構抜かれちゃうかも。タワー、何どこどれだ、待って、タイムコメントね読んでるとね見逃しちゃうよ。見つけた、ミッフィーさん、タワーありがとうございます。ありがとうわー、映らない、ありがとうわー、ありがとうございます。山ちゃんさん星ありがとうございます。ケーキーケーキケーキ、バン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 さんラブありがとうございます。ウレピーハンターさん、ケーキありがとうございます。ケーキ食べたくなっちゃった。銀一のケンさん、ハートありがとう。初めて来ました、 MV 見て一目惚れしました、大好きです本当に嬉しいんだけど、どうしよう、一目惚れ3人もいた、今日だけで嬉しすぎる。一目惚れって嬉しい、そこからどんどん好きになってくれたら嬉しいですタタ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 ン、うんうんうん、え、ねえかわいい、どうしよう、ショールームだよ、まだ8ヶ月なのに笑ってる、赤ちゃん、なんで8ヶ月の赤ちゃんですか？やばすぎる、超可愛いんだけど、もうその単語だけで可愛い「じゃらっちゃんちゃんちゃん」一目惚れってキュンだわ、いやー一目惚れは嬉しい。もうすぐ高校受験なので応援してほしい、頑張ってほしい、すごく頑張ってください。勉強大変ですよね、受験のシーズンか、頑張れ頑張れ、私も受験とかしたな8ヶ月ならニコニコユイナと同い年だ、同い年、赤ちゃんだから、ゆいなってだよって呼ばれてるのめっちゃ面白いニコニコとも言われるし、だよとも言われるし、かわいい、いろんなあだ名がある失礼しました。
べべとか言っちゃった。きやー、きんいちのけんさんありがとうございます。ハートもうすごい数、すごい桁になってありがとうございます。イエイイエイイエイジェラピケですか。そうなんです、お母さんのお友達にいただいていただきました、去年の誕生日で。今日雪降りましたか。今日雪降ったかな、見てないかも私が外に出た時は。日付超えてもできるのかな配信、どうなんだろう。え待って、まだえあと20分か。3億年前から好きありがとうございますか猫さんできるは、あできるか、できるんだだったったったた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 たヒロトさん、ケーキありがとうございます。何申請とかあったんだ、やばい、しちゃってない、しちゃってない、してない。じゃあゼロになっ、ぴったりになったら多分勝手に切れるかな。現地のけんさんありがとうございます。多分12時超えたらすぐ切れちゃうかも。さなちゃんケーキありがとう。ドレイクさん推ししか勝たん、ありがとうございます。どうなのかな。どうだろう、ま、切れなかったらやったで、切れちゃったらごめんなさいという感じにしようそう携帯で配信してるからね、もうね送れないの申請。なったー、無事できるかもしれんまあその時はあ切れたなって思ってくださいで、インスタとかツイッターに多分あげるので見てね山ちゃんさん、ケーキありがとうございます。イエーイ。じゃーらん、お、すごい、くまちゃん大好きだよ、ありがとうございます。さきさん元気ありがとうございます。レナメロさん元気ありがとう。抱負教えて、私の方は待ってください。ルンルンさんありがくまー、ありがくまー、ありがとうございます。りょうさん、あ、りょうさん、なーたんお誕生日、なーたんって私かな、ありがとう、ケーキありがとうございます。今年の抱負、そう今年の抱負はですね、スキルアップです。そして皆さんに生きる活力パワーを与えることです。これは全然変わってないんですけど去年と。
けど、今年も皆さんにパワーをお届けできたらいいなと思います。スキルアップもします。いっぱいいっぱい成長して行きたいと思います。皆さん眠くないですか？大丈夫？大丈夫かな？レナメロさん、ケーキありがとうございます。どんちゃんさん、ケーキありがとうございます。パワーたくさんもらってます。嬉しい。本当ですか？でももっともっとパワーを送りたいと思います。22歳はフレッシュに頑張ります。みんな眠いよね。無理しないでください。朝5時から起きてる？お疲れ様です。たくさん寝てくださいね。終わったらというか。みっちーさん、ケーキありがとうございます。本当にケーキ食べたくなってきちゃった。みゆさん、ケーキありがとうございます。やったとやっぱがいっぱい混ざっちゃった。なんて言おうとしたっけ。あ、そう、いっぱいケーキもらってる。嬉しい。幸せ。パワーを送ります。ありがとうございます。パワーいつももらってます、皆さんから。あ、ケーキのタワーありがとうございます。ルンルンさん、ルー、うん、ルー、うん。書いてみた。ありがとうございます。ケーキタワーありがとう。あ、逆か。ちょっと分かんない。分かんなくなった。あと14分。濃厚接触で自宅待機や暇やけんパワーください。明日から出る。お、今日頑張ればあと1回寝たら外に出られる。頑張って。体調は大丈夫ですか？ちぐまささん、ケーキありがとうございます。腹筋しながら見てるのでパワーください。待って、すごすぎる。えらい。筋トレえらいですよ。本当に。もっとできる。もっともっと。これ手のひら見せるからちょっとコンプレックスなんですよね。オレンジだから。ははは。は、見ないでね、手は。私もね、最近ね、筋トレしてます。でもなんか、撮影行った時の編集部の方に筋トレは3日に1回でいいらしいよって噂を聞いたから、毎日やってたけどちょっと3日に1回にしようかなって悩んでるところでございます。すぐね、影響されちゃう。筋トレなるときとならないときがあって、なるときは効いてるってことかなって思って、でもならないときは効いてるのかなって思っちゃいますね。ねえ、本当にいつの日かナナちゃんと握手すると手が黄色くなるんでしょう。ならない、ならない、映りません。目が痛い。どうなんだろうね。
痛い痛い痛い。私はね主にあのお腹を鍛えてるところであります。ちょっと目に入った。拳上げて叫べよ。これ何なんて読むんだろう。サイオシ。はなちゃんありがとう、ありがとう。くまくまありがとう、ありがとう。サイオシ申し最上のもだから申しって思うかな。くまたわ。あ、サイも申し。ななかちゃんに会いたいんですけど、次会えるイベント何がありますか。一番近いので言うと公演ですかね。目撃者公演が2月11にあるから、それが一番近いイベントっていうか公演だとそうかも。でも横浜まで行ったりしますよ、来月のは。高猫フェス、あ、ベトナムもあるし、お話し会とかオンラインも今募集応募受付中なので、めっちゃあるんですよ。嬉しいことに会える機会が一気に固まってるからすごい嬉しい。あと9分、やばいなっちゃうよもう。ね、楽しみがいっぱいですよ。ほんと嬉しいことに。22歳のななかちゃんに初めましてしに行けるの楽しみだな、ケント。ありがとうございます。楽しみ、嬉しい、ほんとに楽しみです。皆さん嬉しいなね、楽しみ。何話しますか、ほんと。何着ようかなずっと言ってる、今日何着ようかな。伊佐尾さん、ケーキありがとうございます。オンラインで会おうね、オンラインで会いましょう。楽しみにしててくださいね。どっちがいいんですかね、秘密にするかサプライズか、もう言っちゃうか。でも言った方がこの日ってなるかな。あと8分、早い。楽しみ楽しみ。して目をそらしまし。ななちゃん、ななかちゃんのアクスタ買った。おお、嬉しい。たくさんいろんなところに連れて行って写真を送ってくださいませ。うん、手紙ありがとうございます。あずま石さん、ドレイクさん、ケーキありがとうございます。キットソンミースのでお揃いでいつにする、そういつにしようか迷ってるんですよ。オンラインか会場だとどっちがいいかな。どっちもにする、どっちもにしようかな。え、嬉しい、友達がたくさんななかの件取ってくれてるの、連番でたくさん紹介する。え、嬉しい、楽しみにしてます、お友達紹介。サナちゃんありがとう。季節的に言うの、そっか、そうだよね。そういえば暑いか、オンラインかな。結婚して、久しぶりに見た気がする、これ。うん、まあ22歳だし、まあそろそろね、迷ってるから、まあ、ちょっと考えますね。1分でイブノンノンのエピソード、ね、いぶきさん本当に
あったら絶対なんなんって言って、こうやってこうやってしてくれる。今日もあった、嬉しかった、可愛い、いっぱい喋った。ふきさんは結構喋る先輩の一人です。やっぱ保留会、懐かしい結婚。イブちゃんって呼んでなかった。いや、私はずっとイブキさんって呼んでます。なんかちゃん付けでいいよって言ってくれたけどね、なんか緊張しちゃうから。なこちゃんとも喋る、なこさんとも喋らせてもらいます、結構。取材とか、この今告知されてる取材も2人、なこさんと2人が多かったから、その時にいっぱいいろんなこと喋って楽しかった、嬉しかったです。待って、あと5分だよ、やばい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 。先輩と喋るの緊張する。でも最近は緊張しなくなってきた、ちょっとずつね。鈴丸さん、ケーキありがとうございます。対談良かったよね、ありがとうございます。喋れてるかなって思ってた、よかった。ね、あと5分、え、切れるかな、配信どうなんやろ。やたら目撃者の鼻歌、21歳のうちに歌っときたいんだな、きっと。目撃者が次公演始まるから、もうね、頭から離れない。タンタタンタンタタンタン、切れませんようにって感じですね。そうですね、ランキング読んどこうかな、もし切れた時のために。読んどこうかね。じゃあ13位から読んでおきます。13位、みちさん、ありがとうございます。12位、ドレイクさん、ありがとうございます。11位、ゆずごしょうさん、ありがとうございます。10位、山ちゃんさん、ありがとうございます。9位、伊佐さん、ありがとうございます。8位、ちぐまささん、ありがとうございます。7位、銀一のけんさん、ありがとうございます。6位、金子さん、ありがとうございます。5位、あずま石さん、ありがとうございます。4位、レナメロさん、ありがとうございます。うさぎ。3位、ミッフィーさん、ありがとうございます。2位、サナちゃん、ありがとうございます。1位、ルンルンさん、ありがとうございます。皆さん、いつもありがとうございます。お、間に合った、あと3分。さあどうなるでしょう。切れるか切れないか、どうなるのでしょうか。ちょっとこのコメント変えとこう、テロップか。あと2分、もうすぐ誕生日とかにしとこう。ね、切れるかな、切れたらちょっと悲しい、まあ、切れませんようにと願ってますよ、私は。どっちなんだい、お腹鳴った。キャー、22歳のななちゃんも大好きな銀一のけんさん、クマタワー、ありがとうございます。クマ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 、やばい、緊張してきた、あと1分ぐらい、みんな願ってください。
誕生日おめでとう、先に言うとありがとうございます。嬉しい嬉しい。あ、インスタライブありだな。やったことない、初めてだ。まあ、もし切れちゃったら、もしかしたらするかも、様子を見て。だって 3,2,1 イエーイとか言うのに切れたら悲しくなる。イエーイ、あ、切れちゃったってなるって悲しいよね。ちょっと誕生日おめでとうありがとうございます。あと1分だよ、緊張してきたよ。ツイッターとか見てね。見る、もがみななかハッシュタグつけてくれたら見ます、全部見てます。一人でさ悲しいよね。待って、緊張してきた。あと10秒、あと10秒。続いてるよね。やっほー、見える。誕生日やったー、おめでとうございます。しぶちゃんから1番に来た、誕生日おめでとうって。2番目ヒーロー、ふーん、イエーイ。続いてる、嬉しい。よかった一人じゃなくて。ありがとうございます、嬉しい。ありがとう、ありがとう、ありがとう、とうとう。イエイ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 、誕生日おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。素敵な一年にしてね、素敵な一年にします。お、さあちゃんからもLINE来た。なのかに出会ってしまう、あ、嬉しい、ありがとうございます。22歳ですよ。お、カレンからも来たよ、嬉しい。かわいい、みんなみんなさ、かわいいんだけど、ちょうどに送ってきて。ありがとうございます。今年も22歳も皆さんにハッピー、元気、ラッキーを送りたいと思います。パワーをいっぱい、パワーを送るので受け取ってくださいませ。ね、喉が。そしてゆいな、え、かわいい、ゆいなから LINE 来たよ。今ゆいなって言ったら、ゆいなとみるんさん、お誕生日おめでとうございます。ね、うららからも来た。ね、みんな、やばい、顔赤くなってきた。ね、みんな可愛い、優しい、無理無理、嬉しい。ロッキーの子たちがいっぱい LINE くれる。待って、なんかすごい、何これ、ありがとうございます。あ、テロップかよ。22歳、待って、すごい、何すごい。クリナさんから LINE ゲストが届いてますって来た。何、何ですか、嬉しいんだけど。後で見てみます。待って、すごいさ、今すごいなんか見えた。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかバグってる。ようちゃんさん、クマタワー、これ、くまタワーかけに合ってる読み方。ありがとうございます、ありがとう。全然読めてない、ごめんなさい。皆さんたくさんお祝いありがとうございます、嬉しい、すごく嬉しい。イエーイ、誕生日ありがとう。ローリーさん、タワーありがとう、ありがとう。誕生日嬉しい、ありがとう。なんかこんなにお祝いしてもらえるんだって、今もうおおお驚きしてます。
ミルンさんと私とユイナ同じ誕生日なんです。皆さん3人ともおめでとうございます。もがえもんさん、ケーキありがとうございます。よかった、切れなくて。本当にもう、ね、ヒヤヒヤしたよ。切れなくてよかった。ゆいな11歳。あ、クマタワー届いたかな。あ、見逃しちゃった。伊豆ヶ島さんありがとうございます。クマ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 ね、11歳って可愛いよね。私は22歳4分を超えた感想をお願いします。こんなに4分が早いとは思ってなかったし、皆さんが私のために夜更かしをしてくれて、こうやってお祝いしてくれてることがすごい嬉しいです。ありがとうございます。本当に嬉しい。皆さんがいての私なので、22歳も応援よろしくお願いします。サイさんから来たらいい。なんかお誕生日、嬉しい。うん、本当に温かい方が多すぎて、もう私も温かくなりそうです。まさか一緒に皆さんと誕生日を迎えれるとは。22歳はいろんなことにいろんなことに挑戦して、もっといい報告、いいことを、じゃあ嬉しい報告をできるように頑張りますね。え、楽しみすぎる今年もね。え、本当に楽しみ。皆さんも22歳の最上奈々香も応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ねえ、喉がちょっと調子悪い。興奮しちゃって。同じ時代に生きれて幸せ。何、嬉しい。何それ、嬉しすぎる。もうお茶が冷えてしまった。誕生日おめでとうございます。22歳会いに行きます。ありがとうございます。待ってます。22たーちゃちゃん。今年はたくさん、22歳は多分自分の中で挑戦もいっぱいあると思うんですけど、そこをうまいこと乗り越えながら頑張りたいと思います。パーイと戦う君の運動。あ、ユナヤナから LINE 来た。誕生日おめでとう、我らのナナカ。ナナカ、ナナちゃんにとって東京といえば、東京はもう都会、もう全てが都会。もうビルが高すぎて憧れますよね、やっぱ東京は。いっぱい肉ね、嬉しい。会いに来てください。一ギター選んでくれたことにマジ感謝。稲妻いる、懐かしい。稲妻いる、どんな歌だったっけ。マジ感謝。なんか覚えてるけど思い出せない。
我らハッシュタグ我らの七日かわいい、それをつけても 見に行きます。それをつけてくれば、スクショタイム、ちょっと風呂上がりだから髪の毛が、全然顔22。うん、ここから来た江口ここはちゃん、おめでとう。待って、かわいい、ありがとう、好きな、撮れた、どうですか、ちょっと鼻になんかできちゃった、加工してくださいスクショ加工ってあんまりないかな、どうなの、お願いしますうん、左目でウィンクできるかな、左はこっちだね、左難しい。ねえ、みんなありがとうございます。みんな眠いよね。そろそろ終わりますね。目と髪が好き。嬉しい。髪の毛ちょっとだけ切ったんです。整えた。少しだけ。最近美容室に行ってトリートメントしてもらいました。トリートメントした後の髪がすっごいツヤツヤすぎたから、ちょっと今度載せますね、メールか何かに。本当にツヤツヤにしてもらいましたよ。髪切ったの気づいとったよ。本当かな、2センチぐらいしか切ってないけど配信ありがとう、改めて誕生日おめでとう、絶対結婚しような、ちょっとそれは考えとくね、おめでとう言えてよかった、 ありがとうございます、おめでとう聞けてよかったです、保留、やっぱ保留かい、まあ、ちょっと一旦、まあ今やっぱそういう選択は急ぐものではないので、しっかり、まあ、一晩置いて考えます HKT48 楽しい回、楽しいです、めちゃめちゃ楽しい、幸せ、毎日が刺激的だからね、本当に加入できてよかったな、髪の巻き方教えてほしい、今度またやりますね、準備配信とかやってみようかな、メイクとかやってみるね、今度いつかできるとき見てくださいますか、いいと思う、変な顔しちゃう、ダメダメ、やめやめよう、やめよう、もう一回読もうかな危ない、間違えた、危ない危ない、もう一回ランキング読んで終わろうかなと思いますが、皆さん本当にたくさんコメントたくさん見てくださってありがとうございます、こんな時間までみんなうとうとしてますよねゆっくり休んでください、
4400人も見てくれて嬉しい、ありがとうございますね。えなんかさあちゃんが感動すること送ってくれとる、もう読み上げたいぐらいあるちょっと終わってゆっくり皆さんの返事を読みたいと思います。インスタ投稿しよっかなって思ってる、見てくれるかな、見てくれるかな Twitter かインスタ、なんか誕生日だって感じ実感しましたね、やっとなんか実感なかったけど22歳になったぞー、イエーイイエ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 イ頑張るぞ、おお。秒でいいね、128がいますわ絶対押してくださいよお腹がギルギルなってきた、ね、生まれてきてくれてありがとうって言葉は素敵、本当に嬉しい産んでくれてありがとうマミリアルお話し会初見でも冷たくされないですか、キュール混ざった、なんか声やばいクールビューティーのイメージでタイム、そうめっちゃ言われるんですよそれ、クールに見えるから接し辛そうって言われるんですけど、全然ねそんなことないよね、みんななんか最近おバカって言われるからなんか、全然クールビューティーじゃないあ、お誕生日おめでとうありがとうございますね、このスタンプ私持ってる、このおじさんのスタンプあの LINE 変えたんですけど、変える前も持ってて同じやつまた買いました新しいラインに変えてもう一回ね買い直した、今めっちゃお腹鳴るわそう言われる、めっちゃクールビューティーじゃないよ全然で、クールじゃないから皆さんたくさんフランクに話してください、タカ誕生会で少しイメージ変わったオレンスイー、おバカな人なんだろうなって思ってください、まあでも22歳だからちょっとおバカも卒業しようかなって思ってるよお誕生日おめでとうありがとうございます、ラムネの印象ラムネ早飲みやってないな、あれからもうね売ってない、今度やろう、なんかいつかラムネ早飲みするね、知らない方も多いかと思うんですけど私ラムネ早飲みめっちゃ早いんですよ夏だったかな、名前が出てこない、夏祭りのやつで、あの期ごとに6期生とか5期生とかその期ごとに一人代表を選んで早飲みをするっていうのがあったんですよ、ラムネの早飲み、私は残念ながら18秒だったんですけど、エレナさんが14秒だったかな確かで優勝されたんですけど、惜しくも18秒、ね、ほんと惜しいよね、惜しいよ、悔しかった本当に後悔、それかも一番の後悔かも、ラムネ早飲み勝てなかったことあ、今朝の今朝じゃない、早朝のラムネ対決も懐かしい、渋井ちゃんと
朝からラムネ早飲みの2人で勝負してコラボしてショールームで懐かしい、やったね、負けちゃったんですよその時は。渋井ちゃんは学校行く前でうーん、ほんと面白い、早飲みして学校に行ったの面白い。ではそろそろ終わろうかな。うん、インスタで質問返しやってほしい。で、私もやりたいと思ってたんです、いつかやる。たくさん皆さん送ってください。我が身の中生誕祭2023ハッシュタグありがとうございます、いっぱいつけて送ってください。ではランキング読もうかな。13位、いさおさん。12位、ちぐまささん。11位、やまちゃんさん。10位、かねこさん。9位、あずまいしさん。8位、れなめろさん。7位、ローリーさん。6位、ミッフィーさん。5位、ゆずごしょうさん。4位、生まれてきてくれてありがとう、感謝感謝な金一のけんさん。3位、さなちゃん。2位、るんるんさん。1位、ようちゃんさん、ありがとうございました。みんな本当にたくさん見てくれてコメントもいっぱいありがとうございました。楽しかった、本当に。今日は一日お誕生日ということで楽しみたいと思います。幸せな一日にしたいと思います。もうスタートダッシュ最高なのでありがとうございますゆっくり寝てください。こんな時間までありがとうございました。配信切れなくてよかった、ありがとうございました。おやすみ、ゆっくり寝てね。うん、みかんちゃんからおめでとうってきて嬉しい、ありがとうございました。22インスタ投稿するから見てね。おやすみありがとうございました、バイバイ。みんな本当にありがとうございます。おやすみ、切ります。ありがとう、じゃあねー。